ちゃめちゃ熱い顔です。今岡山線が駒沢の東京駅であるんですけど、自転車で来れるところで20分弱で来たんですけど、入り口がちょっと分かんないっていう、どこなんだここはっていう、完全にもう疲れ気味なんですけど、今から向かおうと思いますね。結構もうチームの試合状況も悪いんで、最近多分このまま真ん中の順位とかでフィニッシュなのかなって感じです。見守ろうと思います。眩しい。カモメ安全座敷伊藤の疑問ラジオ。はい、どうも、はい、疑問ラジオです。よろしくお願いします。はい、お願いします。カモメです。はい、安全座敷伊藤です。お願いします。最近はどうですか？なんかラグビー盛り上がってるけど、はい、俺ね、1回は見なきゃいけないと思ってる。なるほど。なんかあんだけ勝ってる、あの多分やってることが、うん、ブラジル代表とかに勝ってるレベルのことしてるのに、あ、一切ルールわかんないね。いや、そうなの。だからあれは失礼だから、うん、俺多分最後の2試合あるからそれは見ようとは思う。ああ、僕、ね、ルール覚えついでに。じゃあ、これまであんまり見てないって。全然見てない。俺も見てないんですよ。いや、ちょうどライブと被ったりとか、全部絶妙に被ってて、時間的に。で、さらに言うと、あの、必ず、ベルディ戦がボコボコになった後にラグビーの試合があって、勝つって、本当にそれでも、客席でみんな言ってんのよ。はいはいはい、今日ベルディボコボコだったから多分ラグビー勝つのやったら、本当に3戦とも勝ってるんで。いや、本当に。だからもうそれはサイクルになってるんで。あ、だから いざちゃんとね、俺一応あの、なんだっけ、あの、大泉洋さんのね、はい、ドラマもさ、ラグビーテーマだったのよ。ああ、そうです、やってましたね。そう、あれも、あれは面白かったの、ね、ドラマとして。あ、そっちは見てるんですね。あれは、池井戸潤作品好きだから、俺。ああ、バイバイした、あれもそうだけど。はいはい、池井戸潤作品結構、ベタなんで、全部。完全調。嫌なやつ、嫌なやつ、いいやつはいいやつで。大英ドラマみたいな感じで、もう分かりやすいんで。ラグビーのドラマなんてスクローズぐらいしかない。そりゃそうだよ、ね。いや、珍しいと思う。だって、うん、プレーが、はい、あの、本当にマジの日本代表のキャプテンだった人、俳優出てるんだよ。あー、なるほど。俺最初知らなく普通の俳優さんなんだなーって見たら、はいはい、ネットで調べたら、はい、ガチの代表って、普通ある代表の選手が、俳優としてドラマ出るの本当に、はい、武田信広以来だよ。昔あの、俺たちの俺かな、忘れたけど、なんかね、宇宙、俺たちの俺以外でも、うん、武田さんは本当宇宙飛行士のなんかね、うん、ドラマがあったの。うんうん、武田さんが本当棒読みのね、ああなんか分かもうね、あんな棒読みないんで俺見たことないぐらいの、武田が、はいはいはい、そう、さすがにもうドラマの辺の演技力はちょっとごっさんごろできなかったみたいで、やっぱそのアスリートに演技やらしちゃダメっていうのがあるんですよ。昔ガロ伝説っていうまあ、ゲームがあって、それがアニメ化されるんですって、うん、テリーとかアンディ、まあ、ごめんなさい、わかるわかる、ガロ伝説、ジョー東がなぜか佐竹選手だったかな。なんですよ。ジョー東佐竹、まあ、空手だから、空手だから、もう普通にまあオンエアされて、うん、その後割と好評だったのがガロ伝説2、うん、もう、アニメ化されましたってことになったんですけど、
ジョー東はあのヒエの声の人になってる。やっぱプロじゃない。いや確かにね、佐竹やってたんだ。はい、ありますあります。空手部門だからって、うん、ジョーイ、おらーみたいなやったけどあれ。あとひどかったのがガンダムシードっていうアニメがあったんですけど、うん、これも、ある種敵の、敵の、ボスのなんか、奥さんだか彼女の人がいたんですけど、うん、その人の声を当てたのが、うん、ビビアン・スーで、特にその当時全盛期だったね。全盛期かな、多分、タイミング歌ってすって結構経ってたぐらいだったんですけど、特にそのあの相手が異国の人で片言じゃなきゃいけないってわけでもないのに、うん、大丈夫よとかなんとかよってきついね、そうですきついね。その出たスペシャルエディションバージョンだとやっぱりちゃんとプロの声優さんに勝ってます。そこら辺だから山ちゃんとか怒り出すから。そうですそうです。山ちゃん声優ズプライド高いから毎回あるもん、声優、映画のアニメで俳優さん使われてるとね、山ちゃん一言ここと言うから。ああ。やっぱそこ山寺浩一のプライドあるからちゃんと怒られる。その感じでやっぱね、ちょっと。あ、ただ、そのラグビーの人は正直、ラグビーシーンがある珍しいドラマだ、はいはい、ラグビーシーンがマジで喧嘩しそうな勢いなの。本当にやっぱの、みんなムキムキの俳優陣ばっかなのよ。うんうん、なんで、ラグビーシーンがちゃんとしてるよ。で、プロのキャプテンがやってるじゃん。はいはい、めちゃめちゃだから見ちゃった。あ、そこの、あ、ただ演技面は、うん、普通ぐらいだった。そうです。そこまで悪くなかったです。うん、だけど、いや、そのラグビーシーンが本当ってでかくない？あ、今まで昔、あの、スマップが、青木伝説シュートを、映画化したんだけど、はい、いやー、難しかったですよ、うんうん。やっぱりね、久保義治はね、ちょっとサッカーやった人じゃ無理ですよ。まあ、悪いですけど。まあそ, ね、そこら辺のだって失敗は多いよ、昔、うん、あれ、前言ったかもしれない、ヒーローインタビューとかひどかったよ、知ってる？日テレ、あのフジテレビ調査、はい、野島伸司脚本、ヒーローインタビュー、はいはい、岸谷五郎が横浜ベイスターズのピッチャーなのに、はい、女投げなんだよ、ベイスターズのピッチャー、女投げってって思うもん、みんなちょっと笑っちゃう感じの、あれ確か、あれ確かヤクルトのピッチャーが、うん、多分真田広之さんかな。やっとるけど、やっぱ野球、だから、うん、ああいうちゃんとスポーツをやるドラマなり映像で、やっぱね、ちゃんとやってないとむずいっすよ。うんうん、マジで、あの前、ルーズベルトゲームで TBS、それも池田純のやつ見ちゃったんだけど、はいはい、あれも、あのピッチャー役はね、うん、工藤公康の息子なんですよ。でしかもすごいのが、はい、あ、すごい様になってるなって見て、でも野球経験確かなかったのよ。うんうん、たら工藤公康に、みっちり仕事からで、そんなの、そんなフォームで投げないとか。あ、工藤が直々に息子に、はい、いや、ピッチャーが、これこんなんだったら、もうテレビ見てる人、笑われるから野球やってるやつが、ダメっつって、何回も、だから何ヶ月もコーチングをされて、はい、ピッチングフォーム学んでからやったから、様になってました。ただ、どんだけ頑張っても、あのマット選手には投げてほしくないかな。どんだけ桑田が指導しても、マットはボール投げてるから。真っ白の、あんな真っ白のプロ野球選手みたい。もう顔面加工で一生懸命だから、もう絶対ボール投げない。マット面白いよね。マットの加工気味のあの顔。いや、マットすごいよね、あれ。桑田さんって俺、著書読んでるぐらい好きだけど、はいはい、なんであんな真逆の息子生まれんの？あんなに画像が加工するの好きな人生まれないよ。あんなに、あんなにピッチャーのことと不動産のことしか考えてなかったのに、あんな自撮りの言葉が考える息子生まれると思わなかったもん、俺。なかなかすね、ノムさんが認めるピッチャーですから、もう、桑田は。そう、あの、まあ、うるさい、うるさい、ノムさんがね。うんうん、もう野球最近見てないのに、こんな野球の関係なしであれだけど、そう、あの、最近安倍、巨人の安倍も引退したじゃない、はい、キャッチャー、はい。安倍とかだって、ノムさんデビュー時ボロクソだったからね。そう、なんかあいつ、セオリー、じゃなんかあるらしいね、その、くわ、あの、いわゆる古田とかに教えた、リードのセオリーを一つも守ってないっつって、うん。そう、他のやつは別に打力あるしいいじゃんと思うんだけど、絶対安倍だけは褒めないっていう。あれは絶対、あの、間違っていると。なるほど、キャッチャーとして。キャッチャーとして、あのリードは、普通、だから、あれは監督が教えなきゃダメだって、暗に長嶋さんに言いたいんだろうけど、原か長嶋さんに。はいはいはい、当時はそうですね。そうそう、な感じで、そんなノムさんでも認めた、桑田真澄の息子がああやって自撮りの王様になってるわけだから。わかんないよ、それは。超真面目だったんだから。最後、ちゃんとアメリカまで渡ってさ。いや、そうですね。そうだよ、そうだよ。あれだって、最近なんかそういうこと、ナンバーの先にバックナンバー読んじゃったから、そんな話ばっかりになっちゃうからやめようかと。はい、桑田、でも最後、その、だから、ちょっとメジャー最後投げたかったの、桑田は。いや、なんだけど、結局あの最後のラストシーズンとかは、もうあのオープン戦バリバリ抑えたんだけど、
あの、もう、ある程度、あの、メジャーってレギュレーションが決まってて、もう、お前 3A って言ったら 3A なのよ、絶対オープン、あの、開幕。だからもう、その段階で、もう、完璧に、確か何試合、3、4試合を完全に完封で、完封っていうか、なんかそのゼロで、とりあえず抑えてたけど、そこで、あの、もう、桑田、ごめん、もう、あの、3A だからって言われたから、あ、この調整で 3A だったらもうダメなんだってことで引退した。あ、本当はやる気満々だった、まだ全然。抑えれてたから。そう、もうその中でモチベーション切れちゃって、じゃあ 3A 投げてくれるって言ったら、いや、ちょっと僕、もう、あの、若手に譲りたいと思うんで、もうここでやめますみたいな。ある意味だから息の目止めたのは一応メジャーでもあったのかなっていう。ファミスタの時一人だけ球速違ってますよね。あそこの牧原とかね。ああ、そうそう。誰がわかるんだよ、この年代に。あれ20年以上前だぜ、多分。下手すぎ30年前です、ま。牧原、斎藤でしょ、斎藤、桑田、牧原。そう、三本柱ね、うん。そうだよ、いた。誰がわかるんだよ、これ。冒頭からこれが本当にすぐサッカーでもね、ひでえ話、まあ、載せるけどさ。松井秀喜とかだぞ、4番が。あ、4番松井、はい、3番清原だよ。1番西、2番清水だった。そうだよ。本当に。そう。一級黄金期じゃんか。黄金期ですよ。そう。時々村田新一がまだマスクかぶってるからね。そうですね。もう一人キャッチャー村田義則って言いましたし。うん、もう一人の村田。もう一人の村田。そう。で、元木がいて。元木いたな。元木いたな。外野が清水とかいたよね。そうそう。清水と、あれ、じゃあ高橋義信と松井か。はい。はい、ああ、懐かしいな。懐かしい言ってますけど。今、原さんが監督だからね。うん。ねえ、私、安倍さんがあって、こんなに、もう十何年以上俺野球見てるのに野球喋ってるのどうなの俺全然野球見てない、最近。喋れちゃう。だからその当時の話になっちゃうんだよね、結局。まあまあまあ、そうですよ。野球、今の選手わかんないか、逆に。もう正直、本当に、逆にメジャー行った人しかわかんない。わかるわかるわかる。だから、どうしても、マー君とかになっちゃうからね。そうです。マー君、大谷になっちゃうから。前田健太とか。そう、前健、そうそうそう。そうか、西武から菊池って、で、あれ勝ってるの菊池雄星。いや、一郎の、はい、なんかちょうど引退試合が一緒だった、ね、同じチームだったから。はいはい、そう、忘れ方見たから一郎のもはや。そうか。そうそう。たまたま、そもそもだからナンバーのバックナンバー一挙に読めたから、はいはい、一郎特集読んじゃったから、そのせいなんでこれ。そこに桑田の記事もあったから。はいはいはい、そう、菊池雄星泣いてたよ、やっぱ。あの、一郎がやっぱ終わって、あのもう、目の前で引退決めちゃったから。そうそうそう。ねえ、メジャーね、メジャーじゃないんで、久保君とかも頑張ってんだよ。レンタル移籍でね。そう、レンタル移籍で。意外とでも、だから、本田圭佑でも、正直、はい、いや、レアルいた方が良かったって言ったけどね。あ、要は、あの、レアルに、あの、ステイしてないと、うん、次、レアル戻ろうった時に、レンタルから戻るには、バカ活躍してないと戻れないと。うんうん、ここはマジョルカ定着した方が、多分レ、確率高いんじゃないかと。レアルの場合、レアル2軍でもレアルいればまだレアルの選手だから、まあまあまあ、そこから使ってもらって、じゃあレアルで鳴らしましょうとなるけど、一、うん、回レンタルで出ちゃうとちょっと、まあ、そう、ビニチウスコースじゃなくなっちゃうんじゃないかっていうのが、うんうん、言ってたけどね。わかりやすけど、バルサの選手って、バルサ出た瞬間活躍できなくなっちゃったり、まあ、あるよね。特にユース上がりの人とかは。それではまずカンテラ上がりだからね、うん、なんだか、カンテラ上がりの17歳ってすごいよね。そうそう、翼くんだよね、もう、世界観が。ザザクマは日本だけど、南葛だけどさ、うん、そんなやついなかったからね。うん、化け物だよ。そんな中、こっちお前、はい、J2 の試合見てきたよ。お疲れ様ですって言っちゃいますよ。本当に。アジアの岡山。試合してないの？しかもね、あの、今、ラグビーやってるでしょ、まさに。はいはいはい。ラグビーで味の素使えないから、駒沢競技場なんですよ。ああ、はいはい。そう、あれって、あの、駒沢ともう一つ、あの、東京に一応競技場あるのよ。うん、ちっちゃいけど、大学違うの。はい、と、味の素が大体ホームで一応、もし、あの、どっか回収とかなると、なるほど、他のスタジオもあるけど、まあ、大会スタジオじゃない。駒沢はね、あのね、キャパ的に最高。へー、あのね、多分ね、1万キャパぐらいか、8000キャパぐらいなのよ。へー、だから、ヴェルディ6000ぐらいしか入んねえから、ちょうどいい。あのぐらいだと、すごい、あ、すごい、だからその日って、あの、目黒区民1000円デーだったの、その、ね、駒沢で開催だから。こんな満席になるんだねってみんな言ってて。いや、味の素だったらスカスカだよ、つって。なんで、おかげで俺もう20分で行けたから。ああ、はいはい。快適じゃん、と思ったら、第二の問題が発生してて、飲み物が売ってねえって。そう。マジでそれで、ツイッターですげえ叩かれた。運営ちゃんとしろみたいな。だから、あの、あ、しかも、はい、昨日でしょ、はい、まあこれ、あの、いつ出すかわかんないけど、はい、昨日だ。昨日が、そうそうそう、はいはい、あ、2日前だ。2日前行ってきたんで、はい、暑い日だったのよ。いや、そうですよ。だから飲み物、俺もストック持ってたけど、もう売店ないから、外の駒沢公園だったら物産展で俺物買って、あー、そう、
スタジアム外でなんとか買えたけど、逆にそっちも安かったよ、でも。あの、スタジアムで買うよりも、まあね、あ、なんか、その地方の牛乳のなんか物産展があったおかげで、アイス150円、あの、コーヒー牛乳100円で買えたから、下手なスタジアムで買うより全然安かったっていう。で、まあ、満席の状態でこれ、子供がすげえ多くて、なんだろう、あ、これいいシチュエーションなんと思って、うん、で、最初、推薦って決めたから、うん、あ、これいい感じなんと思ってたら、逆転負けで、2-1で負けてんの。で、いや、ほんとね、思うけど、やっぱね、ああいう時勝たないと、マジでダメだなと思う。あの、こうやって子供がもう、あの、1000円で安いからって集まってる時に、うん、あの、だってもう、子供、俺、後ろの席で子供いたんだよ。はい、たら、あのね、キャプテン翼を途中から読み出しちゃったんだよ。なんかコミックスの中で文庫版みたいなのあるじゃん。はいはいはい、ちょっとキャプテン翼貸してよ、つって。もうこの子ずーっともうね、後半の、あ、前半の一番最後ぐらいからずーっとジャンプ読んでて、うん、あ、ジャンプでその、うん、キャプツバ読んでて、はいはいはい、もう友達に貸してた、あ、じゃあ読めなかったからいいよ。回し読みになるぐらいの。だって途中でちょっとつまんないって言い出して、試合が1-0でさっき膠着してたから。うん、つまんないように負けてっからね。まあ、子供いや、暑い日に飲み物もねえし、うん、もうキャプツバ呼び出してるしよ。俺もだから地獄だよ。そうか、連れてこられたらそうだよ。そうだよ、お前。そんな中、お前、はい、俺はしゃいでさ、なんかこんな、ハリセンみたいな振り回し頑張ったな。これ一応売ってんの、あの配られてるんですよ、一応。応援用のハリセンというか。ジュースは売ってないけど、それはそうそうそう。で、あとなんかあの、グッズ的なもん、はい、もう、俺は完全にあの、主戦度だから、あの、後ろの帽子みたいなの、あの、アスレタの、はいはいはい、買ったりして。なんか割引だったんで、3割引で、ね、ちゃんとベルディーカードそうそうそうのやつ結局このうわもう使用試合で20分で帰れるからいいけどでしかも、はい、物産展ちょっと寄りたかったんだけど、うん、夜ライブだった、ね、あ物産展も寄れずアイス美味しかったなってだけで帰ってで思ってたらそのライブで会った、うん、あの芸人さんでオレンジキャットさんっていう、はい、なんでオレンジかっていうと、はい、あのエスパルスファンなんですよ。あ、由来がエスパルスだからオレンジキャットなんですよ。あ、はいはい、でそれコンビ両方ともエスパルス好きなんですよ。珍しい。そう、これもいけないことなんですけど、はい、J リーグを優先してライブを蹴るぐらいのサッカーファンなんですよ。で、なんかね、喋ってる、俺ちょうど舞台そのベルディ戦後だから、もう、はい、あの50周年ユニで行ってるわけですよ。うん、平場とか。うん、なんすかそれっつって。どこのチームのですかってみんなから言われながら、そうで、まあ、それで言ってたら、これ、ベルディなんですよみたいな言ってたら、終わった後に、あ、ベルディ好きなんですねみたいな、サッカー好きなんですかみたいになって、あ、サッカー好きなんですよって時に、じゃあ、実は僕らも明日あのエスパルス戦行く予定なんですよって、浦和レッズ対、うん、清水エスパルスで、埼玉スタジアム2002でって。うん、あの相方がちょっと仕事入っちゃって来れなくて、3000のチケットパンになっちゃうんで、どうですかって言われて。おー、よかったじゃないですか。そう。だから、ただで、あ、見れるわったけど、埼玉まで行ったけど、はい、いや、ちょっとね、これはベルディサポには悪いんですけど、やっぱ、客の数借りて、運命の差。あー、で、またね、6000ぐらいか。6000ぐらいで、この日はね、34,200何人。4万近く。いや、スタジアムめちゃめちゃいいスタジアム、埼玉スタジアム。いや、引くよ、あれヨーロッパかなって思うもん。ああ、いいな、それはいい。いやいや、本当に本当に、埋まり方がえぐいんだって、マジで。なんかその、なんだ、チーム状況はちなみにあのレッツ良くなかったらしいんですけど、うん、なんか一応この、今動画見せられてますけど、すごい。うわ、本当だ、ヨーロッパ。いや、ヨーロッパでしょ。プレミアみたいな。プレミア、いや、本当に思うもん。これがだって3階建てみたいになってるから。うわ、あ、そうだ、そうだ。そうそうそう。どう、いや、これすごーと思って。だってその前がもうなんか、閑散としてたから。そうそう。駒沢だからまだマジだったけどね。はいはい、試合内容的にもう使用試合だから。あー。ただ、すごい面白かったし。寝返っちゃう勢いですね。いや、本当に。いや、俺がベルディサポであることを感謝するよって思う。普通の客だったら絶対レッドして見に行っちゃうもん。まあまあまあ、まあ、だって客入ってるし。うん、思う。って言うと、これでサポの人怒ったりするけど、俺はベルディの人見に行ってるからね。足を運んでるわけです。グッズを買ってるんだから、俺は。足を運んでるわけです。結構揃ってたよ、緑色のものが。愛着から言ってるわけですよね。そうそうそう。愛着から。でも、いや、すごかった。やっぱ観客の、あんだけ入ってたら、それは資金潤うよね。あで、メンバーもやっぱ牧野がいて、うん、で、鈴木大輔ってあのスペインリーグ行って、戻っちゃきちゃったやつもいて、はい、で、あのドイツ行ったあの長沢っていうあの、いわゆるドイツのブンデスリーガ2部から出戻りで浦和レッズのレギュラーになったやつになる、うん、長沢がいて、フォワードも興梠、元鹿島の興梠行ってとか、う
いやで、まあ、レスパルスの方がどっちかって言ったらね、ほぼほぼみんな、俺知らない年代。もう若い。唯一、エースがドーグラスって言って、まあ、あの、はい、今、得点ランキング上位の方なんだけど、それ以外本当若手だったね。で、北川荒野が、あの、本当はエースクラスだったんだけど、今、あの、海外移籍しちゃったんで。あなんだけど、その割には、エスパルス強くて、完全アウェーない。もう、スタジアム赤ばっかで、ちょこんと2割ぐらいのスペースが、エスパルスなのよ、オレンジが。で、いや、圧すごいのよ、ブーイングの。もう、じゃあ、清水エスパルスのスターティングメンバー発表しました。ブーブーみたいな。絶対ヴェルディの試合もうなんないもん、もうこっち人数少ねえから、別に有効的にね、みたいになるから。いや、すげえ。ブーイング飛ばしたら、今後来てくれないかもしれない。そう、ほんとそう、ほんとそう、ほんとそう。確かに、そのぐらいのレベルよ。で、なんかね、いや、すごかったのは、本当ね、レッツのサポが、あれは、もうみんな、ちょっと必死になるよね。ベルジー、ベルジーじゃない、レッツ。はい、だって、最初、ファーストシュートを、レッツだったんだけど、なんか、クロスからのシュートを、ヘッドで、ふかしちゃったのよ。ただ、その瞬間に味方に、ブーが先、レッツ来て、いや、今のでって、ベルジーじゃ何も起きてないよ、今のとこっていう。なんなら、キャプテン翼読んでたら少年を、まあ、そのまま見てない可能性があるそう。読めない。ジャンプ、あれ、だから、キャプツも読んでたらぶん殴られると思う、あれ。レッツのスタンドであんなやつなら。マジで。その勢い、ほんとその勢い。いや、その勢い、マジで。なぐらいの圧だったもん。で、サッカー的には、しかもね、エスパルスが先制したの。でちなみに先言っとくと、はい、戦績としては、エスパルスが前の試合が6-0。はい、湘南ベルマーレ相手かな、6-0で勝って、で、チーム状況としても、ただ3戦負けてなかったのかな。じゃあ強い。で、なんとね、俺、レッツ、ついこの間、ACL のファーストレグがあって、はい、ACL の今、準々かな、準決か準々かなんだけど、まあ、勝ってんのよ。だけど、どうやらその勝ったのが8試合ぶりなんだぞ。だから今、J リーグ8試合勝ってないの、浦和レッツって。俺、結構スーパーサッカーとかで流し見てたから気づかなかったけど、あ、そんなレッツか、あんなメンバー豪華なのよ、いるメンバー、全然。なんだけど、あ、勝ってねえんだと思ったら1点先制されて。で、あのね、エスパルスってやっぱディフェンス硬いんだよね。で、レッツって、あれ、チームの、やっぱ満員のスタークラブじゃん。一応、3万、4万入るから平気で。となると、サッカーがオフェンシブにならざるを得ないんだよね。関根貴弘って、ブンデスリーガー行って失敗して戻ってきたやついるんだけど、はい、関根がやっぱいい動きなんだけど、その3トップに加えて関根まで上がってて、4トップみたいな。はい、あいや、俺、ウィング両サイドも上がってる。その長さと関根、両ウィングが超、5トップにいるときがある、ね。なんだけど、いや、あれは、そうせざるを得ないから8試合勝ててないんだと思うんだよね。なるほど。要は、あんだけ、強襲も来てて、つまんねえサッカーじゃあんま許されないんだろうなっていう。なるほど。だからすっげえオフェンシブだったんだけど、どっちかというと、エスパルスは、その、ワントップのドーグラス得点もなんだけど、ドーグラス前に張らしてるけど、他は結構ディフェンシブというか、ミッドフィルダーあと3人並んでんだけど、で、2ボランチかな、な感じだったけど、なんで、なんだろう、結構優勢なのエスパルスの方が。要は、前のめりなんで、そこついて、インターセプトからのその空いたスペースにボール投げる。で、最後ドーグラス合わすみたいな。なんたんだけど、なんだろう、あのね、やっぱ、その、試合途中、後半、あ、そうだ、前半の終わりに、やっぱりね、すごいね、エスパルスが、なんかね、もう、試合も前半終わるから、もうちょっと、いやいや、もうここでまず 1-0 がいいじゃん。はい、1-0 で逃げ切るのがいいんだけど、うん、時にね、その、ちょっとカウンター気味に前行けたら、うん、ただ、なんかね、前面のそのミッドフィルダーがちょっとね、おしゃれヒールみたいなことをして、はい、ただそのヒールのボールがあらさっとの方向行って、はい、カットされて、うん、そっから一気にすごくパキパキパキって、その、レッツの攻撃のカウンターがめちゃめちゃ、あ、動き、みんないい動きでこう、スペースに入っていく中で、最終的に、東京オリンピック代表の橋岡っているんだけど、うん、橋岡から、コオロキにドンピシャのヘッドが決まって、前半中に1-1っていう。でもその後はもうなんかもう、もう8割レッツなんで、もう、いや、試合自体は拮抗してるけど、もう声援の前だときつくなるよね。うん、ああ、まあまあまあ、そうでしょう、ね。ずーっとやっぱりもう、We are レッツ !We are レッツがずっと波のように来てて、で、一番後半
の、30分ぐらいかな、はい、っていうなんか絶妙な時間にあの2点目ロングシュートの、ね、セットプレー後に取られて、レッツにね。そうか、普段 J2 見てるからね。そう、そう。やっぱね、J2 に比べて、うん、あの、それ FC 東京対ヴィッセルと思ったんだけど、うん、コンセプトはしっかりしてるよね、チームの。ああ、はい。J2 だと、まだ監督によって定まらないんだよ。うん、何がしたいか、うん。例えば、そうだな、この間のヴェルディ戦で言うと、今、永井秀樹が監督やってるんだけど、元、はい、まあ、元ヴェルディ選手だったけど、永井選手の場合は多分ポゼッションを高めて、なんとかしたいのよ。うん、はい。なんだけど、ポジションを高めることに夢中になる割に、フィニッシュに至らないのよ。うん、あで、はい、今回の試合に至って、岡山戦に至って、岡山って多分資金で言うとヴェルディよりないのよね、うんうん。なんだけど、守備ちゃんと固めてるチームだったから、うん、なんだろう。その、ポジションの前にもうなんかその、サイドを牛耳られ て、ね、そうそう、はい。ボール保持の前にもう、その、サイドをやたら攻められて、結局、逆転でやられてる感じとか、じゃコンセプトがないから、それって。結局、今までその、戦ってるベルディの戦い方って、その、前の前任の監督もそうだけど、コンセプトないから、じゃあ、しょうがないんで、サイドから攻めるのが来てたんだ、サイドから点取りましょう、クロス。なったんだけど、結局、ポゼッションで今度、ボールキープを意識した結果、全然サイドにボール回ってないみたいな。の状態でやられて、で、逆に、その、今まで取ってたサイドから取られましたみたいな。なんだけど、レッツとかだと、もうコンセプトしっかりしてる、いかにウイングを張らして、うん、ディフェンスの時はきついんだけど、オフェンスの時にいかに数的優位で囲い込んで、興梠まで渡すかっていうのが、もう明確なのよ。だから上がりすぎじゃないぐらい上がるの、レッツは。両ウイングが。あの、でもそれって結構わかる。で、エスパルスもしっかりしてて、もう結構、ドーグラスに渡すために、いかにこの、我慢するかみたいな。前線のあのワントップに渡すために結構守備的なんだけど、インターセプトが徹底してるというか、はいはい、そっからかっさらいました。はい、じゃあドーグラスに投げますってのしっかりしてるから、っていうのが見てわかるんだけど、多分 J2 の試合そこまで徹底されてない。だからコンセプトが共有されてないかわかんないんだけど、結局どうしたかったんだっけ、このチームみたいな。あ、だからよく今、永井秀樹さんがちょっとすげえ叩かれてるの、やっぱ勝ててないんで、なんだかそれって多分だからそのヴェルディらしいサッカーやりましょうって言うんだけど、ヴェルディらしいサッカーってなんだみたいな。いやーもう。でそれがポゼッションを取るサッカーでいいんだけど、じゃあ、結局ポゼッション取れたとて、ゴール決めてなきゃダメじゃんがみんな大体の意見。まあまあまあ。そう。だから J2 って、やっぱブロッキングサッカーでいいんじゃんって思う。まあ。究極、勝ち点を重ねないと、J1 に行けないんで、そこで、今この勝ってない状態で、これ、日本らしいサッカーの時と一緒な気がするの。色気出しちゃいけない。そう、あの、ザッケローの時に日本らしいサッカーやりましょうみたいな。日本らしいサッカーじゃ勝てねえんじゃねえかってやっぱなるわけじゃん。まあ、どの国も、2部リーグってそうっすかね。ブロッキングサッカーじゃないんだけど。多分、そうなんだ。弱いチームだってエースいないもん。いないで、まさに今、エースいないんで。で、エースが出てきたら引っこ抜かれちゃう。そうそう。なんだ、ユースごと引っこ抜かれてるから、今、ヴェルディは。ならもうブロッキングぐらいでいいんだろうけど、多分長井さんが理想高いからやんないと思うんだけど、その場合だと駒がないと、ビッセルぐらい、うん、あいじゃああいつ取ってきます、これ取ってきますならわかるんだけど、じゃない限り難しいんじゃないかな、大変。だから監督一人が優秀でも勝てないし。そうそうそう。で、ちなみに去年とかだとロティーナって人とか結構現実的というか、一応取ってきたのが、うん、そのちゃんとフォワードのエースもいて、センターバックにキャプテンがいてとか、うん、軸がいたんで、その分、結構、こうだと明快というか、うん、僕でそのプレイオフの決勝まで行ったんで、はいはい、決勝で負けちゃったからこそ、うん、セレッソに引き抜かれたんだけど、で、そのセレッソに引き抜かれた監督、今4位ですから、J の。あ、ロティーナ優秀だなと思いながら、そうだよねってことで、優秀だよ、優秀、それあって。で、ドーグラスもちゃんとサンフレッチェで、サンフレッチェも今でもね、5位か6位かそこぐらいだから、みんな旅立ってちゃんと元気やってるなって。いや、ほんと、乗り換え駅です。そう、本当に。駅の外に行かないと。そう、ドーグラスビエラとか、チーム得点もだったけど、やっぱ売られちゃうんですよ、ベルディの。となるともうみんな、だから今、外人フォワードも、だから怪我勝ちだったやつが戻ってきたんだけど、はい、結局あんまり、ハマってない。デビュー戦だけ点取ったぐらい。なんで、うわ、これは、やっぱでも、J1 の試合見ると思い知るね、やっぱり。自分が見てる試合との差をすごい感じちゃう。とか言ってると、ヴェルディバーンの人が、いや、アウェイとか遠征こっち行ってんだよって人いると思うんだけど、でも、これ現実だと思うんだわな。ちょっと。まあ、別に、ね、またまた俺試合見に行くけど、ホームゲームは。いや、今度こそね、行きましょう。普通に招待のやつ、僕カードは持ってるんで、見に行きましょう。
しょ。ようやく、もうさすがに涼しくなるでしょ。あ、もう今もう涼しいっすよ、別にそんな。夏場じゃないんだから。